ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。弁護士の長谷川純一です。そしてもうお一方、弁護士の大谷俊彦です。というわけでカミソリ負け弁護士軍団、はい、大谷、長谷川、墨田、この3人が揃うのは結構久しぶりじゃないですか。そうですね、意外にね。大谷さんは10月の初めぐらいに、ね、はい、来てくれましたよね、はい、うん、一人で、はい、祝日に収録しているにもかかわらず、はい、ね、うん、小さいお子さん2人いるのに、はい、うん、収録来てくれてありがたかったんですけど、はい、うん、その日に名付けていただいたカミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長っていうのは、はい、ちょっと僕気に入ってて、気に入ってるんですか。めちゃめちゃカミソリ負けやわ切り込まないわ、すごいいい名前だなと思って。そうですか、そうですか、はい、すごい気に入ってるんですよ。もう僕それ失念してました切り込まない隊長の大谷さんとロギア純子と長谷川純一弁護士で、はい、しぶといですね、はい、お送りしたいんですけどもその回は大谷さん単独で、はい、ハマグリボーイとして出演してくださった回は、はい、義理のお母さんに大好評だったそうではい、すごい喜んでいただきましたね。あ、そうですか、はい、ちょっと途中から聞いたらしいんですけど、途中から聞いたらもう俊くん出てるからよかったわってもらってはい、お母様はあれですか、うん、はい、タイムフリー機能とかご存知ないんですか。それはちょっとまだお使いじゃないですね、うん、あ、ラジコでは聞いてる。多分そうだと思いますよね、ラジコで聞いてるけれども、はい、タイムフリーもありますから、うん、大谷さんの義理のお母様、うん、はい、ぜひそれもね使っていただければ、というわけで、もうね11月ですよこれ。そうですね、放送日は、はい、そうか、11月1日、はいはい、日本シリーズ第4戦、はい、どうなってるんでしょうね。雨で流れてなければね。あ、雨の可能性もあるんですか。あるのかな、甲子園ね。これ、あくまで、11月じゃない10月30日に収録してますから、す、はいはい、気をつけてくださいね、はい、ラジオっていうのはちゃんとそういうお天気とかも伝えないといけない媒体なんで、これはあくまで10月30日に2日後のことを予想してる、うん、予想してます。今日は日本シリーズ1勝1敗で迎えた移動日なんですよね、確か、はい、本当はね、本当はっていうか、今10月30日現在、ね、我々がいるこの、はい、うん、まあ、移動日設定する必要あるのかという話ではあるんですけど、京セラドームの甲子園で、はい、近いぞと、はい、うん、まあでもすごいですね、 8-0 で阪神が勝ったかと思えば、はい、大谷さんは阪神ファンですか。はいはいはい。でもね、ロイヤー順は、はい、ごめんなさい、切り込まない隊長は阪神ファン、はい、でロイヤー順はオリックスファンなんで、ですから、はい、そうかそうか、でも、うん、やっぱり阪神の方が山本由伸というエースピッチャー打ってる分だけ、うん、アドバンテージがあるかなと思いますよね。初戦そう思ったんですけど、うん、ただ 8-0 で勝って次 8-0 で巻き返した方が勢いつくでしょう。いやいやいや、はい、大丈夫です大丈夫です、まあまあ9回ね、屈指というか、まあナンバーワンでしょう、はい、どう考えても、はい、その投手をね、はい、打ち崩したということで、はい、ただこの話を11月1日してる人おらんで、はい、ラジオの放送で、そうか、そうか、もう今、ね、そう第4戦が行われたとしたら、うん、少なくとも3戦はね終わってるわけやから、そう、だからその状況で、まあ、だから今日この放送されてる、ね、うん、皆さんのお手元の時計では、はい、ね、11月1日なわけで、はい、果たしてこのラジオを選んでくださるのかっていう、ね、うん、そうかな、まあね、うん、まあ、それこそタイムフリーで来てくださったら、はい、ね、いいんですけど、野球ファンの人はなかなか聞きづらいですね今ね、阪神ファンの人はなかなかこのラジオ聞いてくれないですよね。オリックスファン、まあまあ、だからその阪神戦をテレビでつけながら音を切って、ね、はい、こっちの耳は、はいはい、目は視覚では、うん、日本シリーズ、はい、聴覚ではハマグリ御門の編、うん、それが一番いいですね。それがかもしれないですね、うん、いいと思いますね、うん、だから今これラジオ聞いてくださってて、うん、日本シリーズ気になるなあいう人は、うん、ね、テレビつけて、そうですね、うん、まああとはまあヤフーの一球速報とかね見ながら一球速報ってあるんですか。あります、あるんですか、はい、あれかなり早いね、うん、スポナビかな、それも見つつで、はい、でも今日はね、そんなこう2つ同時にっていうのができひんぐらい、うん、ね、いろんな話切り込んでいこうかなと。あ、で切り込まないよ僕あなたは切り込まない、はい、切り込まないですか。どうですかロイヤー順は少し
少し切り込んでいこうかなということで、先週は、うんうん、森合さん、はい、森合正則さん、井上尚弥、はい、井上尚弥と戦うということ、それは副題ですが、うん、怪物に出会った日、井上尚弥と戦うということ、はい、まあ売れてるらしいですわ、まあ、もう発売前からもうさんずりっていうんですか、っていうの決まってて、はい、うん、すごいですね、すごいね、うん、それでね、聞いた話によりますと、うん、はい、先週の放送、はい、井上尚弥選手のマネージャーが聞いてくださったらしいんですよ、うん、おお、本人ではない本人ではない、ちょっと、ね、でも、でも井上尚弥選手のマネージャーが聞いてくださったということで、最後まで思わず聞きましたっていうことを、森合さんに連絡があったそうで、で森合さん、前回先週触れられてらっしゃらなかったんですけど、うん、毎試合井上尚弥選手のその試合前にプレイボーイで、うん、週刊プレイボーイね、はい、あれでインタビューなさってるのが森合さんなんですよ。お、はい、うん、だから井上尚弥選手ともまあ近しい関係で、ただそれをわざわざ琴さんに言わない人なんですよ、はい、聞いてくださったら分かると思うんですけど、はい、控えめで、はい、そう、僕は声だけで聞いてたら、うん、田中弁護士、田中至弁護士に喋り方が似てて、あ、田中至る偉いボクシングの話となるので、今日至るさんかな、違うかな、そう、この間ね、田中至る弁護士、はい、大谷君が来てくれた祝日に収録してた日に、はい、祝日で申し訳ないですけど、うん、来れる人いますかつって LINE グループで私がこうね、うん、お願いしたら、うん、田中さん無理ですと、うん、私はそもそもラジオに出てるっていうことを家族にも言ってないので、うん、祝日はいけませんって聞いて言うてへんのかよっていうね、なんかね、それはお答えは言ってるでしょ、家族、それは当然義理のお母さんが聞いてらっしゃるということは、はい、長谷川さんも言ってるでしょ、言ってます、はい、言うてないっていう、はい、それちょっと、はい、なんやったらうちの子供に関して言ったら、はい、パパは有名な弁護士なんやろって言いますからね、メディアに出てるわけですからもう有名弁護士ですよ、うん、切り込まない隊長なんでしょ、うん、切り込まない隊長なんて言われてるのあなただけですよ、そうね、メディアで、はい、うん、確かに聞いたことないですよね自分でね、カミソリ負け、その上に切り込まないって言ってる切り込み隊長とかはね、一番バッターでよね、言いますけれども、ね、はい、切り込まない隊長ですから、うん、そういうふうに認識してくださってるんですね、はいはいはい、お子さんは、はいはい、うん、どこ、トノコイタルはやっぱ変わった人ですね、あの人、うんうん、謎めいてる、姫ごとにしてはるんですね、ね、いろいろ姫ごとにしてて、うん、いや、この間、この週末ね、うん、はい、久しぶりにね、うん、僕は結婚式に出まして、はい、なんか最近結婚式って減ってないですか、いや、というか、まあ、この年になると、まあ、大体同い年の周りの人のが結婚する頃に呼ばれるか、まあ、46、7にもなってくると、うん、はい、なかなかその時になってから、まあ、結婚する人も少なければ、組織を挙げる人自体も減りますよね、まあ、その友達という関係性では、ね、そういう式を挙げる人いなくなってるでしょ、で、はい、まあ、僕らも大体同時期に結婚したじゃないですか、12、まあ、3年前、うん、その司法試験受かって、うん、研修終わって弁護士になってちょっと経って、うん、っていう同じタイミングでしたね、はい、それこそ田中さんもそうで、うんうん、別にそうやろ、結婚式の時だってさ、僕田中さんと、うん、なんか挨拶してたよね、そういや、してるかな、してたと思うし、はい、そういう関係性やったら隅田さんのラジオを行った、うん言っていいよね奥さんにね、そうやね、はい、うん、なんやろうな、なんか引っかかんのかな、まあ、まあまあそれは置いといてで、だから友人関係じゃなくて今回行ったのは、はい、九州に、うん、妻のいとこの結婚式、うん、いとこってちょっと年離れたいとこっているじゃないですか、うん、でそう、妻よりもちょっと年離れた、うん、いとこの結婚式で、はい、なかなかね、もうやっぱ僕年を重ねたなというか、うん、はい、こんなん言うとあれですけど、うん、その妻のいとこは聞いてないから言いますけど、はい、まあそんなに思い入れないじゃないですかその妻のいとこで、まあ、めちゃめちゃええ人なんですよ、はい、うん、僕は3回ぐらい会ったことあるかな、うん、ほんまにいい人で、うんうん、僕より随分年下ですけど、で、うん、まあ、僕がこの何年かなり増量してますんで、肉体的にも精神的にも、はい、そうね、大きくなってますんで、スーツがもうほとんど入らなくなってて、昔の、はい、昔結構僕ピチッとしたピチッとした着てたんで、それが入ら
だからそれを挙げてる相手でもあるんですよ。あ、そうなの。そういう関係性でもあるんですよ。はい、うん、ピチッとしたやつ。ピチッとしたスーツを挙げてるぐらいの関係性で、それでもなんかもうね、泣けましたね。もう結婚式というこのセレモニー自体が、あ、でも僕も娘ができてから結婚し、その新婦側のお父さん目線で見るようになってからは、うん、行くたびに泣けます ね。その思い出がほんまにね、全くなくてもあれ、うん、隣で他人の結婚式やってたんですけど、そこ行っても泣けたと思います、正直。泣けますね。でもそう、もうなんかそういう感情移入して、はい、うん、ただ、うん、その子供の頃からの、うん、見せるじゃないですか、うん、もう写真をね、小さい頃からこう、はい、だんだん大きくなっていって、はいはい、学生時代の写真とか、うん、もうそれだけで泣けて、うん、おー、もうそう泣いちゃってたんで、うん、最後の娘新婦からお父さんお母さんの手紙あるじゃないですか、うん、はい、これはもっと号泣するなみたいな、うん、ことで、でもね、ハードルを上げすぎたのか、うん、その新婦がちょっとね芝居がかってて思ったように投げなかったんですよね。あ、うん、なんかあこはちょっとたどたどしいぐらいの方がいいじゃないですか、うんうん、ちょっと読み間違えたりとか、うん、同じとこもう一回読んで、うん、あこれあさっき読みましたねみぐらいの方がなんかちょっとね演技が入ってたのかな、うんうん、ちょっともうちょっとたどたどしい方がこれ聞かれてたら嫌な親戚やねそんなこんなこと言ってる親戚嫌な審査員ですね。いや審査員うん、ちょっと今のたどたどしい方がみたいな序盤良かったんやけど、序盤いい感じでこう来てたんやけど、うん、スライドとか良かったんだけど、もう最後のところもうちょっと、うん、たどたどしい方が良かったかなみたいな普段もっとたどたどしいんちゃうもん、ね、普段の劇場ではみたいな今日の試合ないから。でももう条件反射でそういう泣いちゃうよね。それは分かりますね、はい、うん、ただって言うのやめとこうそれは、うん、あもうこれだからもう僕らある なんか人生の折り返し地点も回ったんでしょうね、これね。回ってますか、うん、きっと20キロあたり、うん、回ったんじゃないのかなっていう、うん、まあね、普通で考えてもまあ46でも倍しても90いくつやからね、うんうん、それもどう考えてもまあまあそうやね、回っとるね、回ってますよ、回っとるな、はい、回っとるし、なんか今までにない感情が、はあ、芽生えるような年にはなりましたけれども、はい、そうですよね。だからもう僕らそう同じぐらい、同じ年ちゃう、多分結婚したのも2011ぐらいじゃない、10、11ぐらいじゃない、うん、3人とも、うん、そうですね、ね、うん、私が震災の年でしたね。だから2011でしょ。そうですね、ね、僕も2010、式を挙げた2011年ですよ。君もそうじゃない、大谷さんも。いや僕もちょっと早いと思うよ。そう、まあ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 いいですけど、まあ大体同時期にね。まあまあ。いやもうね、お母さんに怒られるから違うやんかって言われたら、ね、ああそっかそっか、聞いてるかもしれない、聞いてるかもしれない、はい、というわけで、はいはい、はい、というわけで、はい、今日はまあ私のその、ね、妻の意図が聞いてないことを祈りいい結婚式でございました。はい、今日のトピック隅まで読ませて。はい、久しぶりの今日のトピック隅まで読ませてきましたね、はい、なんですが、全然隅じゃない新聞の、はい、今までね隅っこの記事を扱ってたと思うんですが、うん、今回は、はい、まあ、先週多分ねこの10月26日木曜日の新聞はほぼ全紙、はい、一面トップやったと思うんですけど、はいはい、性別変更に手術必要は違憲、はい、うん、最高裁が全員一致で決定したと、はい、生殖不能にする要件を無効としたと、はい、というこの記事について、我々カミソリ負け弁護士軍団で、はい、切り込まないでおこうと切り込まないよ、いやちょっとでもね、はい、この話はしときたいなと思いまして、うん、はい、ね、当然お二人とも気になさってるとは思うんですが、はい、まあね、この経緯をお話ししますと、はい、まあ、今回の裁判の概要っていうのは、うん、トランスジェンダーの女性だから、生物学的に男性として生まれ心は女性の人が、うん、まあ、申し立てていた、まあ、性別変更の
申し立てなんですよね、家庭裁判所にして、はい、でそこで、性同一性障害特例法っていうのは、うん、戸籍上の性別変更するための要件条件として、はい、生殖腺がないかその機能が永続的に欠く、うん、まあすなわち生殖不能の規定っていうのがあるんですよね、うん、はい、これってあれか、生殖腺がないかその機能が永続的に欠くということは、永続的じゃなく永続的ではなく欠くことって、あのちょっとごめんなさいね、なんかあの他の話になっちゃうけど、パイプカットって言うじゃないですか、あれっていうのは一時的に欠くっていう状況なのかな、うん、松方弘樹さんがしてたって言うじゃないですか、聞きますよね、うん、あいつとか確かつなげれるね、またきっと、あ、そうなの、そうなんですね、うん、で、そうですね、そうだったら松方弘樹がこの要件を乱してるとかなったらおかしな話やから、ね、昔ね、はい、だから永続的に欠く、うん、で生殖腺がないか機能が永続的に欠く、っていうことは男性から女性になりたい人は精巣を除去する手術が必要になって、女性から男性になりたい人は卵巣を除去する手術が必要になると、うん、いうことなんですよね、うん、で、まあ、この今回の事件の、はい、まあ、申し立て人となったトランスジェンダーの、まあ、女性は、はい、卵巣のだから、あ、違うか、男から女になろうとしてるわけやから精巣を除去する手術をしていなかったということで、うん、生殖不能のこの要件ですよね、うんうん、生殖腺がないかその機能を永続的に欠くっていう要件を満たしてないということで、家裁で性別変更が認められなくて、うん、で即時抗告したのかな、不服申し立てをして、うん、高裁でまあ判断されるんですけれども、はい、高裁でも判断は覆らなくて、はい、でそれで特別抗告って、特別抗告なのかな、うん、この場合の不服申し立てはですかね、で、はい、最高裁で争っていたと、うん、はい、でこの生殖不能だから卵巣や精巣がな、もうなくてその機能を永続的に欠くっていうことを要件としているこの規定が憲法に違反すると、はい、いうことで争っていた、うん、で最高裁が確かにその生殖不能が必要だとする要件は憲法に違反して無効だと判断したと、うん、はい、いうことなんですね、はい、で、うん、最高裁はどういうふうに言ったかと言いますと、辞任する性別、この辞任というのは自ら認める、辞任する性別で法的に扱われることは、まあ、だからその国に、自分が認め、自分が認めている性別で男として扱われる、あるいは女として扱われる、はい、ってことは重要な法的利益だと指摘して、うん、生殖不能の要件は幸福を追求する権利を定めた憲法13条が保障する自己の意思に反して身体への侵襲、侵襲ってこれは、この侵される侵害の侵に襲うですよね、侵襲を受けない自由、自己の意思に反して身体の侵襲を受けない自由、だから、まあ、だから自己の意思に反して体を傷つけられない自由、簡単に言うと、はい、を制約していると、まあ、述べて、その上でこの特例法ですよね、性同一性障害特例法というのは、まあ、2003年に制定されたんですけれども、この制定時っていうのは変更前の性別の生殖機能で子が生まれることによる社会の混乱を防ぐ目的が、この生殖不能を要件としている理由やったんですけれども、うん、そうした事態が起きるのは極めて稀だとした。だから変更前の性別の生殖機能で子が生まれるっていうことは、うん、男性が生物学的に男性の人が、まあ、心は女性で、うん、女性に性別は変更したんだけれども、うん、男性としての生殖機能が残ってて、でそれで子供を作ることが性別変更後に、うん、女になったんだけれども、うん、父親になる、はい、女だけど父親だ、逆もあるんですよね、うんうん、女性から男性になって、うん、男だけれども母として子を産む、うんうん、そういうことが起こると社会が混乱するんだろうということで、この生殖不能の要件を、まあ、この特例法は定めてたんだけれども、うん、そんなことが起こること自体が稀だろうと、うんうん、をして指摘したと。そうそう、で社会の広がり、これ広がりっていうのはあれなんですよね、国際的にはこの生殖不能を要件、
生殖不能の要件を不要とする国が増えてるそうなんですよ、うん、でそれとともに国内だと今年6月にあの LGBT 理解増進法が制定されたとか、うん、あそういうような社会の理解の広がり、そしてあの医学的な知見の進展、うん、というのはこれあのもともと医学的なこのガイドラインとしてかつては生殖不能の手術、はい、うん、だから精巣を除去する、はい、卵巣を除去する手術っていうのは、うん、はい、性同一性 障害の治療の最終段階、うん、こう何段階かなって最終的にはその生殖不能のになる手術をするというような、うん、はい、この段階別に位置づけられててその最終的な段階に位置づけられていたんだけれども、うん、はい、現在はそのいくつかある、うん、その方法ですかね、治療の方法の一つの選択肢みたいな、それを選ぶのもよし他の選択肢を選ぶもよしみたいな形に捉えてるらしいんですよ、はい、医学界のガイドラインでも、うん、だから医学的にもその生殖不能の手術を課すのは合理性を欠くと、うん、でってなるとその強い強度な身体侵襲ですよね、うん、強く体を傷つけるその手術を甘んじて受け入れるか、うん、性自認通りの自分が認める性、通りにの性別で取り扱われる重要な法的利益、うん、性別変更したら、ね、そのまあ、生物学的には女性で男性になりたい人はどうしても男性としてやっぱり取り扱ってほしいわけですよ、うん、それを放棄するか手術をその、ね、自分の体を強く傷つける手術を甘んじて受けれるか、過酷な二者択一を迫る制約になっていると。でその体を傷つけない身体侵襲を受けない自由への制約は過剰になっているっていうことで、この生殖不能要件は必要性合理性を失ったということで憲法違反と結論付けたということなんですよね、うんうんうん、でここまででなんか私間違ったこと言ってないでしょうか。はい、おおむね大丈夫ですかね。それで思ってると思います、ね、はい、でただ憲法違反と結論付けながら、うん、結局今回の裁判っていうのは、うん、また高裁に差し戻してるんですよね、はい、うん、というのもなんでかというと、うん、この性同一性障害の性別変更にはさっき の、 あの生殖不能の要件だけじゃなくて、うん、他にも要件があるんですよね、うん、でそれがまあいろいろあるんですけれども、まあ、一般的に御用件と言われてて、御用件とか言われてるんですけども、うん、今言いますと例えば2人以上の医師により性同一性障害者であることが診断されていること、はい、これ入れたら 6要件になるんですけれども、うんうん、そう医師がまあそういうふうに診断してる、うん、で、その申し立てをする人が20歳以上であること、あ、うん、今だから18歳か、18歳ですね、今成人が18歳になってるんで、はい、18歳以上であること、はい、で現在結婚をしていないこと、はい、で未成年の子がいないこと、うん、現に、はい、今未成年の子がいないこと、うん、でさっき言ってた、無効だと憲法違反にだと判断されたこの生殖不能、精巣や卵巣がない、うん、その機能を永続的に欠く状況にあるという生殖不能条件と、うん、要件と、もう一つ外観要件っていうのがあって、はい、変更する性別の性器に似た外観を備えている、うんうん、だから男性が女性に変更する場合は女性器に似た外観を備えている、うんうんうん、で、だから女性から男性に変わる場合は男性器に似た外観を備えているっていう外観要件っていうのもあるんですよね、うん、で今まで、うん、この紹介していた事案っていうのは、はい、生殖不能の不能要件っていうのを満たしてないっていうところでもう足切りというか、うん、切られていて、うん、外観要件について満たしてるかどうかの判断すらされていなかった、うん、だから、うん、もう一回ちゃんと高裁で改めてその外観要件で、この申し立て人そして代理人はこの外観要件も憲法に違反してるって言ってるんですよね。手術が必要で体を傷つけることは一緒やから、うん、憲法に違反してるっていうようなことを言ってて、この今回の最高裁の決定の反対意見といいますか、の中にも、はい、そのね、この生殖不能の要件が憲法違反っていうのはまあ、みんな全員一致、15人一致してるんだけれども、そこの差し戻すことに対して、いやもうそれも差し戻しもせずに外観要件も無効やと、
判断するべきやって言ってる裁判官もいてるんですよね、うんはいうん、ただあの最高裁の決定としては、まあ、差し戻して判断させるという状況で、だからこの今回の最高裁の判断で、このトランスジェンダーの女性は女性になることが認められたわけではないですよね、うん、また改めて、審理がなされるということになっているという状況ではあるんですよね、うんはい、でこの最高裁の決定の前にあれなんですよ、これは浜松やったかな、静岡家裁、はい、静岡家庭裁判所の浜松支部でも、はい、もうこの最高裁の違憲という決定が出る前に、はい、同じような違憲やと、この生殖不能の要件が、うん、求めてるのは違憲やという判断がなされてたんですよね、はいうん、でこれはこの最高裁の事案と違って、女性、生物学的に女性の人が男性になろうということで性別変更の申し立てをしてた事案なんですよ、はいはい、でこの場合はだから女性が男性になろうとしていた場合 で、うん、でこの人は結論としてもう性別変更認められてるんですよ。でなんでかというと、はい、ホルモン治療を受けてるんですよねこの人は、はい、そのこの静岡家裁、浜松支部の事件は、うん、でホルモン治療を受けていると、うん、ほんとね、ちょっと待ってください、や、この、審判の書いてたんですけど、外形上もそういうまあ陰核ですよね、うん、がそのペニスのような外形になってくるらしいんですよ、うんうん、女性器の部分が、うん、ホルモン治療を受けてることによって、うんはい、だからその外観要件、健康する性別の性器に似た外観を備えてるという要件ももう満たしてるという判断で、はい、じゃあ生殖不能要件はどうやってやるときに、もうそもそもそんな生殖不能要件が違憲、憲法違反で体を傷つける、はいうん、自分の意思に反して体を傷つける相手の自由を侵害してる違反やから、うん、っていうことでその要件がなくなって、はい、で外観要件ももうそれで、ホルモン治療を受けてて投与を受けてて、うんそういう陰核が男性器のように見える外観になってるということで、うん、それも満たすという判断で、はい、もう性別変更自体が認められてるんですよ、うん、その、静岡家裁のは、うん、だからもう男性として女性と結婚ができるというような状況になってるわけですよね、うん、そこがこの最高裁の事案との違いで、うん、だからこの裁判の今回の最高裁の判断によってこのトランスジェンダーかトランスジェンダーの女性かトランスジェンダーの男性かによってもちょっと違いが生じてるんですね、うんはいうん、取り扱いの違いというか、うんはい、男性から女性の場合っていうのは、うん、どうしても外観要件を満たすためには、うん、男性器を切除せなあかんっていうことになるわけで、はい、そこの違いがあるんですよね、うん、女性か男性になる場合はさっきみたいにホルモン注射で、まあ、でもそのホルモン注射の投与を受けること自体が、ね、体に負担かけるということもあるんですけれども、うん、それに加えてそういう手術、うん、切除する手術が必要かどうかというのは男性と女性の生物学的に男性か女性かの違いによって変わってくるというところも、うん、この違いはあるっていうことなんですよね。うん、うんうんすごい詳しく解説していただいてよくわかりましたけども、はい、いやこれはね北野誠のズバリサタデーで話したからなんですけど、多分そうやろうな思っ てそこにカンニングペーパーがあるからさ、いやこれだからねあれですよ、はい、ズバリサタデーで僕このね、はい、浜松支部の事件をまず取り扱ってたんですよ、ね、最高裁の前、はいはいはい、で今度同種の事案で最高裁で出ますって言ってて、はいはい、で最高裁のが差し戻しってなって、うん、どういうことやろうな思ってあそうか男性になるか女性になるかで外観要件のそのクリアするこのハードルが高かったり低かったりするんやみたいなことにあそこでああと納得してね、うんうん、なんですよ、うんうん、っていう話で、うん、まあまあだからこの結論自体はいかがですか、うん、そのお二人は。
まあね、僕の情報ソースはあのヤフコメだったりするのでヤフコメント なんでお前その誰かわからん人が言ってるコメントをその放送がいやいや放送資格ある人間がヤフコメを参考にしてんねん。ヤフコメを見るとそのね公衆浴場に、うん、そういう、男性器を持った人が女性のところに入るのはどうやねんみたいな、うん、そんな勘違いをしたり、まあ、この解説を聞くと全くそうではないわけで、全くそうではないと言わないですけども、はい、今そこが話になってるわけですけど、うん、それを違憲と言ったわけではないわけですけども、うん、まあ、そういう批判がすごくあってと、そうそう、まあ、そのことはすごくこの判決の中でも問題にしてあるわけですよね。判決の中で結論を導く部分ではそこ触れてないけれども、はい、その反対意見っていうところで、うん、はい、その外観要件もちゃんと積極的に憲法違反って判断して、うんうん、もう性別変更認めろって言うと裁判官が何人かいて、その人らはその、公衆浴場のこととかも言及してるんですよね、うん、でなんて書いてたっけそこの、ね、要は外観要件が必要だという立場に対しての、まあ、だから今その大谷君が言ってたヤフコメで書かれてるその危惧してる声っていうのは何かと言いますと、だから男性器がついたまま性別変更が認められるとなると、だから女性として男性器のついた人が女性の女風呂に入ることになるんじゃないか、それが混乱を招くんじゃないかみたいなことを、まあ、この国のそういう保守層といいますか、うんうん、ヒトラーは言うたり、はい、するんですけれども、はい、それは問題がそもそも違うやろっていうような話なんですね。今回はその 性別をその自分の性自認と同じように、まあ、国から取り扱われるために、うん、そういう手術が必要かどうかっていう話で、うん、そのここのね反対意見、用紙、朝日新聞にも書いてありますけれども、この草野光一裁判官はどういうことを言ってるかというと、どこに書いてたかな、うん、本当ね、老眼でね小さい字が、だから、これは結局だから公衆浴場などの施設の管理者が利用規則を定めるにあたってそういう、あれですよね、そういう、そこをもうなんだろう、外観上のあれで、うん、そういう外観上そういう男性器がついてるのか女性器なのかっていうところで別に区別してええやないかっていう話よね、簡単に言うととか、まあうん、そういう水着を貸したりみたいなことでなんかできないかみたいなことも書いてありますね、うんうんうん、だから公衆浴場などの施設の管理者が利用規則を定めるにあたり、うん、そういうあれですよね、注意を払ったら、なんとかなる、なんとかなるというか、まあ、そこの公衆浴場がルールを定めて、うん、ね、そういう、まあ、男性器ついてる人は、まあ、女風呂には入れませんというのを別に定めたら、そういう混乱も起こらないし、うん、そもそもそういうことを別に、まあ、今回の事案でもそうですけど求めてるわけでもないんですよね。その、将来的にそういうことがもしかしたら問題になることあるかもしれないですよ。その、生殖機能を持ったまま、うん、性別変更が認められて、その人らが、うん、その自分の性自認に基づいて、例えば公衆浴場の使用を拒否されたから、うん、それは憲法にも違反してるとか、うん、だからそのまあね、そういうことを言って争うことは将来的にあるかもしれんけれども、はい、別にそんなことは今争われてるわけでもなくて、うんうん、でその時は別にそれは私は合理的な制約やと思うんですよ、そこの部分でね、うん、その時どういう判断をなされるか分かんないんですけど、はい、今回はあくまでその性別変更を、うん、するにあたってですよ、はい、これってでもね、人によってはいやそんなん別に、社会で、うんうん、別に、ね、性自認と自分のなんだろう認めてる性と違う扱いを受けたって、うん、そこ我慢したらいいやんって思う人いるかもしれないけれども、うん、それはやっぱりその人じゃないからですよ、もうその発想がっていうことですね、その発想がおそらくね、うんうん、僕らそのね女として扱われたことないわけでしょ、まあね、今まで人生において40年以上生きてて、四十、うんうん、半ばまでそれをずっとなんかちゃうな、なんかちゃうな、なんかちゃうなどころじゃないですよ、違和感持って生きてるわけでしょ、うん、っていうのはやっぱりそういう人でしかわからないことだから、うんうんうん、とは思うんですよ私は。はい、なんか言ってよそれは。だっていろんな意見があっていいね、だってこの同じ同種の
事件で4年前は憲法違反じゃないっていう判断を最高裁はしてるわけですよ、はい、で4年の中で、これから社会が変化するかもしれんから、うん、普段の検討が必要やと、うん、ずっと絶え間なく検討する必要があるっていう4年後の判断が変わったっていう、うんうん、まあ、でも、もうだからその当時4年前の最高裁は、うん、社会が混乱することの方に重きを置いてたわけですよ、はい、それが変わったっていう判断やから、はいはい、でまあ、ただその性別というもののの扱われ方が究極的なものとして、うん、その婚姻の自由というと、うん、ものとの関係で言ってるとするならば、その同性婚を認めるかもしれない、まだ認められてない、まあまあ、それもね、はい、この番組に取り上げたことありますけど、はい、まあ、うん、争われてますよね、各地で、まあ、それとセットで考える方が僕はいいんじゃないかなとは思いますけどね、うん、だからまあ、両方とも認めるという考え方も、うん、だからもちろんあるわけですけど、うん、だからそれは例えば同性男同士女同士で結婚することを認めるという話と、はい、やっぱりまたそのこの LGBTQ でもいろんなあの、そう、ねね、違う人がいるわけじゃないですか、それぞれが違うから、はい、うん、もう女性になりたいという人も当然いるわけで、うん、その人からしたら同性婚認められるっていうのは、うん、やっぱり例えば女性か男性になって女性と結婚したいという人がいるわけですよ、うんうん、それは同性婚をあの元々の生物学的に女で、うん、女性としてずっと生きてる人と結婚することを認めるからといって、その人のあれじゃないですか、あのその違和感は消えないわけだから、うん、だから同性婚認めたらいいっていうもんでもないっていうことなんでしょうな、二者択一ではないっていう、うんうん、まあまあまあ、いや それは全然そういう意見もあってもいいよ、うんうん、だって、うん、そのね、それは、うんうん、それが男性なのか女性と扱われるかで不合理な扱いかと言われると、それが何か決定的な不利益を受けてますかとは僕は思いますけどね。だからそれはあの ちょっと、うん、あのそれはそうでないと考えてはる人が、うんうん、まあまあね、あのその当事者はそう思うはるのも分かるんですよ、うん、分かるんですよ、うん、それも分かるんだけどっていう意味です、はい、うん、だから それはね、あの僕はでもね、あのただそういうふうに、まあ、あのうん、まあ大谷君は別に反対してるわけじゃないと思うんやけど、その本当にあの積極的に反対して社会が混乱するっていうことを声高に言う人もいて、その中にはちゃんとこの判決の言わんとしたことを理解せずに言ってる人もいれば、うん、理解した上ででもやっぱり混乱する方が大きいんじゃないかっていう人も中にはいると思うんですけど、はいはいはい、だからあの僕はいつもこういう同性婚にしてもそうなんですけど、うん、このあのね、この性別変更の事案もそうですけど、僕はもうなんかみんな自分の好きなように生きたらええやんって、ある種僕はね、あの無関心なんて思うんです、人に、だから人というか社会に、だから社会が混乱とかいうことよりももう自分が自由に生きたいから、人も自由に生きといてほしいというか、僕なんかそっちの、ね、あのもうちょっとでもいらんこと言いますけど、うん、この男性かね女性かとかっていうことをこう聞くよりも、うん、その刑事事件になった時にね、うん、その心情調査って、心情経歴の調書ってあれ書きますやんか、必ずあれ書きますやんか、うん、どこ卒業してとか、うん、なんか勲位をもらったことがありますか、うんうん、ありませんとか、あんな全くいらないし、あれ僕差別的やから僕やめた方がいいと思ってるんですよね。何の話を急に。いや そのここで戸籍として性別として扱われることの不自由さより、あそこであんなこと聞くことの方がよっぽど僕人権を侵害してると思いますけどね。ただでもそれはあのその人が今までどんな人生を歩んできたかっていうのはこととそのものを取ったことと何の関係があるの、あれで書くことがあれ基本的に義務になってる、あのこと聞くことの方が僕よっぽど人権侵害で、あれをほっといて戸籍で男性か女性か扱われてるかどうかを意見とかっていうのは、そこよりもっとひどい人権侵害ほったらかしてると思うけどな。そういうふうに思う、はい、まあ、でもそこほっとかれてるからこれ OK っていうことではない、まあ、ないねんけどあの長所俺本当にやめた方がいいと思うけどな、まあ、うん、そうかななんで学歴が、うんうん、あのこのものを取ったことの犯罪となんか関係あります？いやそれは関係あるって言って別にそこからその今まで の生育歴からその犯罪を証明してるわけじゃないじゃないですか、うん、どっちかというとその人をあれ、まあ、でも何のためにやってると何のためなのかな、いやいやあれはそういう長所を作りなさいという規定があるから作ってるんだけども、うん、その規定自体が俺ものすごくおかしいと思ってるよ、まあまあね、うん、そういうふうに思う人も多分取り調べてる人からしたら多いかもしれないし、うんうん、ただ一方で、うん、どんどん話取れていくな、あの私ねほんまにある、うん、
国選事件で、うん、それはもうね、どの程度言うてんのかな、前言うたかな、ほんと元プロ野球選手の事件があったんですよ、うん、はい、元そのそれは心情経歴を読まないと分かんないこと で、はい、でその人はもう後に薬剤になってあったんですよ、ほうほうほう、はい、でも国選で頼むヤクザなわけですよ、うん、国選しか頼まない、頼めない経済的にヤクザなんていう状況になってはった人で、うん、でその人の心情経歴の中に、うん、その何十年も前のプロ野球選手やった時代のことが2行か3行ぐらい書いてあったんですよ、うん、僕はそれがすごい気になって、はい、その調書を読んで、はい、その人と話して、その人その事件のことに関してはほとんど口を開かんかってんけど、うん、まあまあもう認めてた事件やけどね、うん、そのそこの話を僕聞きたいんですって言ったら、ほんまにそこを僕接見行って、うん、2,3 時間ずっと野球の話してっていうまあそれはそういう人もいるっていうだけの話やけどいやいや、だからそれにしたっても、うん、過去にプロ野球選手であったかどうかなんて、うん、全く関係ないことを、うん、あそこで触れる必要がありますかと、それをだから発表するのもものすごく気に食わない、うん、今日は切り込みましたね、いや変なとこちゃんとこ切り込んでね、話それてんねん、えらいとこ振り回しました、そういうあなたが言いたいのは、うん、そういう理不尽な目に遭ってるのは別に他にもいろいろやるし、うん、今それを例に挙げたことも、うん、いや最高裁判所が正すべきはもっとそういう個人のアイデンティティに触れてる部分の、うん、調書を許してること自体が僕はよくないと思ってますよ、まあまあね、常に調書を目にしてるわけやから、うん、その刑事事件の上告まで行ってる事件とかあったらね、はい、なんでこんなこと聞くんやろって、なんで言わへんのやろって、調書違憲ですよ僕からすればそういうのって争われてないの今現在、どうでしょうね、やったらええよと思うけどね、いやあったかいやあったかいやいや、多くの場合そんなことしたら被告人に不利益になるからできないですもんね、うん、まあ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 、それは一旦置いときましょう、置いときましょう、はい、置いといて、置いといて、まあ、この話ですけど、ね、そのだから結局そこの部分が、外観要件については最高裁判断しなくて差し戻してて、うん、はい、でもその外観要件すらもう違憲やから、もうこの最高裁で性別変更認めたらよかったやろっていう反対意見の裁判官が、外観を要件も、うん、憲法違反やっていう中で、いろいろその反対利益として、うんうん、今言ってるようなその公衆浴場で混乱が生じるんじゃないかみたいなことはこうやってフォローできることやし、うん、っていうようなことは書いてる、うん、ですよね、うん、はい、なんとなく枝葉の部分ですよね、枝葉の部分が今後どうなっていくかですよね、それ、うん、でだからそれでもしかしたらほんまにさっき言ってた通り、その生殖機能を残したまま、だからそのね、男性器を残したまま、あ、女性になった人が、うん、あ、女性の銭湯に入りたい、それを拒否された、そこの公衆浴場の、ね、管理者はそれを認めてないから入れなかった、うん、それは憲法違反やることを争えることは将来的にもしかしたらあるかもしれない、考えられますよね、うん、でその時にどう判断がされるかとかいうところもあるし、うん、ただ そんなんをこの裁判で争われてないし、そんなことを求めてるとどこにもいないんですよ、でよく言うのがそういう人らが、うんうん、女風呂入りたかったみたいなんで女装して入る人がいるじゃないですか、うんうん、ほんで捕まってる B 級事件みたいなことが、はい、うん、ありますけれども、うん、そういう人がいっぱい現れるんじゃなかろうかみたいなことをすぐ言う人がいるんですけど、うん、そもそもそのこの性同一性障害の特例法で性別変更を認められるのは、この別に生殖不能要件とか、うん、外観要件とかだけじゃないわけなんですよ、だからそう、隅田さんがさっき、まあ、6要件とも言えるって言わはったけども、うん、そこのそのもう一つのところですよね、前提として性同一性障害っていう診断を、うん、2人以上の医師からまあ診断を受けてるってい う、 そ, う、 そ, ういう、それは本当にあれなんですよ、心理的には他の性別であるとの持続的な確信を持ち、うん、かつ自己を身体的および社会的に他の性別に適合させようとする意思を有すること並びにその判定の根拠ってかあるから、うん、やっぱり社会生活の実態も見て判断されるわけなんですよ、で医療機関における受診歴並びに治療の経過および結果とかも見るし、その診断書に様式にはそういうのがあるんですよ、うんうん、だから、うん、生物学的な性別としての社会的な適合状況とか、うん、だからそういうことがいろいろそういうことを総合的に判断して、今までどのぐらいの期間どういう生活をしてきたかみたいなこともないと、うん、そういう診断すらそもそもしてもらえないし、うん、だからそのそういう社会に起こる混乱っていうのは、そういうところを厳格に判断したらいい話やろみたいなことを、その浜松静岡火災浜松支部とかも言うてたりするんですよね、うん、
まあね、もうなんか言いたげやけど、それでも、でもね、でもね、実際の問題として、まあ、戸籍の変更とかでもそうですけど、うん、その厳しい裁判官もおれば緩い裁判官もおり、緩いお医者さんもいる、この緩いお医者さん2人と緩い裁判官がこう混ざった時に一番緩い感じで認めてしまうってことも、うん、まあまあまあ、ないとはない、それはそうよ、うん、それはもうこれ実刑やろうなって思ってたのに執行猶予を認めてくれる裁判官とかいるやんか、いますよね、うん、まあ、ね、良いこと悪いこと、どっちにしろまあいろいろね、その程度がありますもんね、その判断の、うん、判断のばらつきがあるんで、ちょっとあるのよね、いやだからまあまあ、だから僕は大谷君の方がなんかね、やっぱりね、人に関心があるんやと思うわ、こう見えて、うん、だからこんな混乱も起こるとかを言うけど、僕は基本的にほんまみんな自由に、いやだからそれはほんまに自分に返ってくるみたいなずるい発想かもしれない、うん、俺は自由に誰にも自分の生き方に口出してほしくないから、他の人も口出しせん世の中であってほしいっていうところは基本なんですよ、うんうん、だからそこで社会がどうなるとかよりも、それぞれがまあ自由に誰にも干渉されず、うん、自分の思うところに従って、うんうん、それが犯罪とかじゃない限りね、うん、人の権利を侵害せん限り、まあね、うん、っていうのやったらええやろなっていう、まあ、うん、だからもしかしたら僕が心の中で軽蔑してるその、ね、与党の保守的なじいさんとかの方が社会のことを考えてるかもしれない、もしかしたら、うん、これやったら社会が混乱するけど、はい、うん、僕はそんなことよりもほんまにもう人のことを干渉せんでよろしいやん、うん、その人が人に他の人に迷惑かけてんでよろしいやんという、だから人に迷惑かけてなかったらよろしいやんっていう考えやから、僕は例えば男性器を残したままお風呂、うん、ね、その女性風呂、女風呂に入ることまでは僕は認めるべきはないと思ってますよ、うん、そこは、うん、それを見たくない人もいるし嫌がる人もいるし、そこはやっぱり他人との権利がぶつかる場面やから、でも僕はこの性別変更に関して言うと、うん、うん、ぶつからないから、だからそこをまあなし崩しにそうなっていくと見るのかどうかっていうところなんでしょうね、うん、まあまあね、伝統的にそういう生物学的な分類でずっとね、うん、分けてたでしょっていうのも、うん、まあそうかもしれないけれども、まあ一つの立場やけど、うん、まあでも、ね、やっぱり政治人のとこはやっぱり切実な問題だと思いますけどね、それはね、自分の一番その、うん、アイデンティティの部分です、うん、ほんまにそんなに大事かって思っちゃうこと自体がもうそのもう我々も性自認とあれが戸籍上の性別が一致してるものの、うん、まあ勝手かも、勝手の考え方かもしれない、ね、前も夫婦別姓の話した時言ったと思うんやけど、うん、まあ、僕は結婚しても隅田じゃないですか、うん、妻は土橋から隅田に変わったわけですよ、うんうん、で何かの時に夫婦別姓のそのなんか裁判のあれかなの話を妻としてる時に、なんかいやもう大変やったと、変えるのが、うん、職業上も変えなあかんわけですか、ちょっとも司法書士で変えなあかんし、うん、いろんな手続きとか大変でっていうふうに言ってて、その大変さにそもそも夫婦でありながら僕は気づいてなかったから、うん、そもそもね、うん、だからやっぱりね、それはやっぱり、うん、自分で体験してないと分からんことやと思うし、うん、うん、だから前もあったじゃないですか、経済産業省の職員で、あれはだからトランス女性か、はい、うん、男性だけれども女性、心が女性、ずっと女性として生活してて、はい、うん、そのあれですね、トイレの使用をめぐって、うん、あれも最高裁が判断したんかな、憲法違反やみたいな、その使用を制限してるのは、あれにしてもそのやっぱり あの人らずっと違和感持ってるわけでしょ、うん、その子供の頃がトイレ入るたんびに男風呂じゃない、男トイレ入るときに、いやここ嫌やな、恥ずかしいなとか思いながらね、でやっぱりトイレっていうのは、僕はトイレとまだお風呂とか違うと思うんですよ、違うんですね、トイレっていうのはこう特に女性用のトイレやったら個別ではないですか、うん、トイレが、うんうん、でも男性用のトイレはもう個別じゃないから、うんうん、なんかその違いもあるし、うんうん、だからお風呂とはまた分けて考えなあかんと思うけども、だからあの人だってずっとその違和感を感じて生きてきたわけでしょ、うんうん、そんなんて僕ら想像もつかへんやんか、そこは、だから理論上は両方ありうると思うんですよ、その今回のこの性別変更に関しても、4年前は合憲や言ってるんですよ、生殖不能の要件がいると、それが4年後は変わった、だから理論上は両方ありうるけれども、それが嫌で嫌でしゃあない人がいることは間違いないじゃないですか、まあね、はい、さっきのそのトランス女性のトイレのことでもね、うん、だから そこは間違いないと思うんですよ、そこが間違いない事実として、じゃあどう扱うのが
ええんやっていう話で、そこは間違いないと思うな。そのうん、ただだからそうでも考え方はいろいろあっていいと思いますよ。そうそう、うん、まあ分かりますけどね、大谷さん的な考え方もあるし、うんうん、私にはそれは、うん、そうそうそう、だからそれはそれはもう何か俺全然全く理解してないってやめてよ。いや違う、だってそれはあの理屈としてもそうやから、だって4年前最高裁が合憲言ってんやから、うん、4年で何変わった、社会が変わったよって言うけど、そんな言うほど変わってないやんか、うん、ですよね、うん、むしろその反対する人の その反対意見は強くなってるぐらいじゃないですか。その数は変わってるとは思うんだけど、うん、反対やっていうか強固に、より強固に言うようになってる気もするし、うん、うん、ただ僕はほんまにあの無関心かもしれんけど、でも結局人の自由って無関心でいてもらえることでしょ、うん、干渉されないことなんですよ。その積極的に、あのなんか世話焼いてもらわなくて、うん、ほっといてもらうことが自由じゃないですか、うん、元来自由っていうのは。だからほっとけよと僕は思う、うん、で僕このね、性別変更の話で言うと、司法多分ね、司法修習の時か弁護士になってすぐか、司法修習やったかな、その、ある羽振りのいい弁護士に、うん、だから僕司法修習やったと思う、はい、そうやね、弁護士に飲み連れてもらうとかっていうのは、でその時に、うん、北新地大阪の、うん、まあ、大阪に繁華街があるわけです、大阪地裁の近くに、はい、そこにニューハーフのすごい、まあ華麗なショーをする高級のクラブが、はい、見たことありますね、あるでしょ、はい、で見ててかっこいいでしょ、あれ、あこのショー、まあかっこいいし、ちょっとまあエロティックでもありますね、ちょっとじゃないな、うん、だいぶエロティックですね。でそこで、そこは逆にボーイがトランスジェンダーの男性、うん、だから、はい、うん、生物学的な女性だけども男性に、心は男性で、その人はあのね、話してたら、性別変更のその申し立てをして認められて変わったって言ってありました。お、はいはいはい、だからもう男性になった人やったんですよ、うん、でそうだからこう性別が逆転してるお店なんですよ、うん、ボーイがそういう人がやってらっしゃって、その時に なんか僕ね、話し込んで、そのボーイの人と、はい、でその人が言うてはったのは、ほんまにこの変更の手続きが大変やったって。うん、その時にやっぱり今までこの社会的に男として生きてきたという実態を証明するために、なんかね、それも家庭裁判所とか、あるいは裁判官で判断の仕方違うんかもしれませんよ、運用が違ったりとか、うん、だからもうそういういっぱいそのハガキ、いや何年前からこういう年賀状を出してますみたいなのを、うんうん、また友達に送ってたのをまた集めてわざわざ出したりとか、うん、そういうことをして、でその時の手続きの中の放送だ、誰を指してたんかな、でもなんか不理解がすごい辛かったと、まあね、その時の対応が、うん、うん、全然分かろうとしてくれへんくて、うん、なんかっていう話を聞いた記憶がある、記憶というか聞いたんですよ、うん、だから僕、はい、ホームページ独立した時作った時にね、はい、もう十何年前作って、そのままで僕の写真も十何年前の、またこの増量する前の細い頃の写真が、そうですよね、ずっとね全然ホームページも更新せんまま置いてて、もうそろそろせなあかんない言うてるんですけど、そこに僕業務の中に性別変更の申し立てとかって入れてるのは、僕その思いがあったんですよ、うん、あったけど、そういう人がだから、あんたは聞いてくれそうな気がするって言ってくれたんですよ、うん、で僕それ入れたけど、この弁護士になって16年、うん、もう16年目かな、一回もその事件を依頼も受けてないし担当もしてないし、だからこの手続きのをこういう新聞読んで、ああこうなってんのかって初めて知るぐらいなんですよ、うんうん、そんなこと歌っときながらね、その時は僕その就職の時から近かったから、多分その思いがあったんですよ、その人に対する、うん、あの時ああ言われたから依頼があったやろうみたいな思って、うん、その時は多分ちょっと勉強してたんかな、うん、でもずっともう勉強してんから忘れてて、うん、今回これ読んで改めて、あそうかみたいな手たらくではあるんですけど、うん、ね、まあでも いろんな考え方はあると思うんで、そうね、今我々が言ったこの話を前提に皆さんどう思われるかっていうのはもう各人の判断で、はい、やと私は思います、うん、それが本当に最高裁によって社会が普段の判断、うん、検討せなあかんっていう意味やと思います、うん、勝手に弁護団、勝手に弁護団、依頼もされていないのに、頼まれてもいないのに、はい、委任状もいただいていないにもかかわらず弁護する、はい、勝手に弁護団、久しぶりに僕の一番好きなコーナーじゃないですか好きなんですね、大谷さんは生き生きしてますね、山崎正義さんの問題、はい、ご存知ですか、はいはい、私がアップしましたんで、
LINE グループでですねなんか山崎雅義さんがライブで、はい、水戸市民会館で行われたライブで、うん、歌わずに MC ばっかりやったと、うんうんうん、いうのでなこの大荒れカオスの水戸ライブみたいな感じで文春オンラインでは書いてあるんですけど、うんはいはい、なかなかあ、うん、歌わなかったんですよね、うんうん、で結局なんかそれで、いい加減にしろ頼むから歌ってくれっていう人やったりとか歌ってと叫んだりとか観客の中年女性が演説し始めたと、うんうん、長々自説を喋り出した10分ぐらいありました。10分で長いよね。長いね。お客さんがその人ねなかなかでそれを山崎さんがその女性と話し始めたと、うん、っていうようなことがあって、うんうん、でチケット代は7150円やったと、うんはい、いうことなんですかね。ほんで苦情が来て結局この返金するってことになったんですか。これはチケット払い戻しの対応を行うと発表したんか。それで SNS とかで話題になって、うん、希望者には、はい、あの返金いたしますという、うん、当初予定した内容と異なる公演となりましたためご希望のお客様におかれましてはチケット払い戻しの対応させていただきます。この度は皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたこと深くお詫び申し上げますと、うんうんうん、歌うってしんどい今日は お客さんと話がしたいなどと発言していたと、うんうん、っていうことで不安も抗議してたと、うん、まあそうそう歌いたくない日もあるんじゃないですか。いやいや、まあ、山崎さんね、まあまあ、あるわね、うん、あるでしょうね、うん、きっと。まあでも僕は山崎雅義だったらあんだけ歌は平行へしてて、はい、うまかったら歌いたいけどね、うん、下手でも歌いたいもん、うんうん、ねやっぱりその、まあ、このホールの大きさわからないですけど、うん、その自分の歌声に聞き惚れる人たちがいるっていうのも最高の瞬間よね、うん、まあでもそれが日常になってツアーになって、うん、はい、そうなった時にやっぱりその日の体調とかもあるやろうし、はい、今日は歌いたないなっていう日も、うん、だから心身の調子を心配されてたりもしますよね。逆にねお酒飲んでたとかも言われてるんでしょ、うん、そういう説もだんだん年齢を減るにつれてこうやっぱり声にも、うん、もしんどいね、うんうん、そうあの自分の昔を持ってた声と違うとかっていうのが、うんうん、ありますか。俺別にそのいやなんか自分のことがいや、うん、うん、そうあるんじゃない歌手なんて、うんね、それが全てやから日々ねこう分かるでしょうね。あの音がでんくなったとか、うんうん、ねあるでしょうな、うん、そういう時どうなのこの不安心理としてはう、うん、そういうとこも好きってはならんの。ならんのかな。そこもひっくるめて今日調子悪い山崎雅義もそれもまたええやんとねならへんのかな。あで、まあ、全く歌わなかったわけではないですからね。何曲だと、まあ、8かな。8ええんちゃう。ちょっと微妙やな。あ、まあ、8は10から15ぐらい、うん、あっこにお任せ調べでは、うんやっぱり2時間半あった20数曲は歌わないとどうかな。あっこが言ってた。あっこはあっこが言ってたおっしゃってた、ね、まあ、2時間あったらそっか。まあそうか、うん、そんなもんかな、はい、ただこれ法的に言うと払い戻す義務ってないじゃないですか。そのライブの、まあね、このライブに何曲歌うなんて歌ってないでしょ絶対最初から、うん、そういう。でも途中その山崎雅義さんが返してあげるよって言ったっていう話。言ったんや。ライブの中で嫌な日これ気に入らん人はみたいなこと言ってたんですか。言ったら払い戻すよみたいな発言はあったみたいですよ、うん、だからそこで合意が成立してるかも。それでそんなになる。それで払い戻す契約ってどうなの。まあステージ上で言った。まあ誰が主催であり誰が契約の主催者かっていうと山崎雅義ではないでしょ。でもないからね、うん、主催者との契約で、うん、例えばこのライブは何曲歌いますと、うん、何時間で最低何曲歌いますって言ってたら債務不履行とか言えるかもしれんけど。でも、まあ、これ山崎さんを弁護する立場じゃないですけど、はい、これライブと言って山崎さんですか。山崎さんはライブだと、はい、もう世の中にはファンミーティングとか、はい、いろんな言葉があるわけで、ええ、こうファンミーティングでそれをやったんなら何の文句もないと、うん、ライブって言ったじゃないって言われてるんですよね、うんうん、その公演内容が違うというのはね。ファンミーティングのもまた別途やってはるの。いやいや、分かんないですけど世の中にはそういう意味人もいるやろね。トークショーとかねそういうのもあるわけですよ、うん、そうやって打ったらよかったじゃない、うん、だから私もね、うん、このラジオで、はい、
喋りたない日もありますよ。もうずっと90分曲かけようかなっていう。そら7年やってたらね。そうやね。6年かやってると。うん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 、だからもっと長い間歌ってはるから、うん、そういう日もあるわ ね、 あるね歌いたないっていう時、今ちょっと嘘ついてあんまりないわ。あんまりないわ、うん、あんまりそれはないかな、うんうん、でも今日喋ることないなっていう日はあるもんね、うん、あるよね、うんうん、でも今日歌ないなってことないもんね、ないもんね、あるからね、うん、で歌ってほしい歌いっぱいあるわけやから、うん、でオーラの場合はこの今までの話でも多分また言うてるわってあると思うんですよ、あるね、おなじみのみたいな、うん、いつも思うんですよ、そのいつも竹内先生言うてるんですよ、うん、竹内先生僕以上に同じ話をよくされるから、うん、そのなんで落語とかやったらね、うんうんうん、もうね同じ古典のね、古典落語を話してても、うん、待ってましたでしょ、まうん、この歌詞もそうでしょ、うん、待ってました、はい、それがなんか竹内先生 の、 その、はい、なんでカッパのカーターの話とか、はい、また言うとるわになるわけでしょ、はい、あでもあれ結構待ってました、あ待ってました、待ってるか、もう竹内先生の息まで行ったら、うん、そうあの忘れないうち言っておきますけど、来週のゲストは竹内義和兄貴でございます、いいですね、待ってました、はい、待ってましたやけども、あそう、いやまあでもそれもだからもう落語って言った時点 で、 で、ね、あの決まったやつをやるという前提で言ってるから、うん、あのそういう前提で聞いてるからなんだけど、ハマグリ顧問の辺はまた新しい話してくれるんちゃうかな、うん、スミちゃんって思ってるのにまた聞いたことある話じゃんってなると、ちょっとこれ聞いたね。あれ要はあの月亭課長さんがなんかあの講座かなんかで、はい、ほんまにほんまで何十分終わらせたっていう話もありますよね、うんうん、結構そういうの話家ではあるでしょ、そういう、うん、枕だけで終わる人もいれば、ただそっか、その独演会でそれをするのもあるんですよ、これ独演会やからね、言うたら独演会か、うん、自分のお客さんに、うんうん、独演会にほんまにほんまではあれか、うんうん、ただでもなんとなくわかるな、あの51歳、うんうん、しんどい日もあるで、うん、マジでし、ね、あの話によると、うん、あの代表曲 の、 あのワンモアタイムワンモアチャンス、うん、逆ワ ン、 モア、うん、ワンモアタイム合ってます、はい、とセロリのこの代表曲はちゃんと歌っていただけてるわけで、うん、あのファンとしてはそれはもう不安じゃない、それは不安じゃない人の意見は、不安はそれじゃないんじゃない、あでもあの僕だからあの最近あのライブに行ってきた話時々しますけど、うん、あのビーズのねライブに行ってきて、ビーズのライブだと、うんまあ、基本的に MC っていうのもそんなもう数少ないわけですよ、うんうん、そんなに喋りはらないですよ、はいはいうん、なんかちょっと寂しいですよね、なんかビーズ芸人みたいな人がトークショーをあのアメトークみたいに繰り広げるような時間があったら楽しいやろなとか、うん、あの岡ザイルみたいな来てくれたら楽しいやろなってちょっと思うね。それはだからそれもあなたが不安じゃないからね、その熱烈な、めっちゃ不安よ、そうそうそう、めっちゃ不安やけど、うんまあでもどうなのかな、そのなんかそういうハプニングも含めて、うん、まあ楽しめる場合もあるかもしれない、ね、場合もあるし、ね、楽しんでる人もいると思うんですよ、ね、それはいろいろ分かると思うんですよ、うんうんうん、だからそのね新日本プロレスって昔よくね暴動が起こったんですよ、うんはい、あその昭和の不安はもう、はいあの納得できん試合結果によく暴動を起こしてたんですよ。大阪城ホールに火つけたりとか、ちょっと笑えなくなってきたね、両国国技館に火つけられたり、うん、ぼや騒ぎとかがあって、うん、新日本がしばらくその会場使えへんみたいなことが昭和の最後ら辺にはね、うん、何回かあったんですよ、うんうん、そういう国技館2回ぐらいあったかな、そう蔵前でもあったし両国でもあったし、うん、大阪城ホールでもあったし、それは猪木が謎の海賊男っていうのを連れてきて、うん、その猪木とマサ斎藤の試合に、まあ、海賊男が乱入してくるんですけれども、うん、海賊男は本来猪木に手錠かけなあかんのに、うん、段取りを間違えて、うん、マサ斎藤にかけちゃったんですよ。でも試合がどうにもこうにもならないようになってで、あその時暴動起こったんですか。暴動起こったんですよ。あそうなん、うん、暴動起こってかけ直せんかったよ手錠。いや、まあ、いや手錠ほんまこの手錠のかけ違いですよ。このボタンのかけ違いというか、はい、うわほんまにだからその後もう結構だからなかなか外せなかったりとかして大変だったんですよ。ほんで一回正斎藤が控え室に戻って中で切ってもらったよな、切って帰ってきたりとかしたんですよ。でもさすがの猪木もちょっとどう対応していいか困ってみたいなのがあって、うん、その時はでもね暴動起こすワンもいれば、それこそ竹内先生は見に行ってはったんですよ、誠さんと見に行ってて、そのもうずんどこぶりがまた、うん
面白かったと。でもそれは後日言えることなのかな。その時はやっぱ怒ってたのかもしれない、ね、そうかもしれないね、うん、それはやっぱりなんか白熱するプロレスが見たかったと思うよ、うん、結構ね。だからね、あのさだまさしさんを引き合いに出したのが言われてるでしょ。さだまさしさんは結構そのトークだけ の、うん、あの集めた CD とかあるわけでしょ、はいはいはい、ね、あのさだまさしさんと屋敷隆人さんがよく引き合いに出されてましたよね。まどかさんとか言われてるんだな、あー、ね、あのトークの部分歌ってる間にトイレに行くとかっていう昔よく言うてはりましたよね、うん、あー、もうトークの方が中心やからみたいな、はいはいはい、うん、でも別に不安はそこに何かしらさだまさしの話術とか屋敷隆人の話術みたいに求めてないわけでしょ。この人が山崎まさよしさんが普通に喋ることが良かったりしないのかな、ね、でもどうなんやろ、まあ、だから多分ここで満足してる人も いるでしょ。 そうそう、それはそれでね、どんな話したんかね、うん、そのなかなか歌うってしんどいってミュージシャンが言ってくれないよ。そうです。でもそれが本音やと思うで、ほんまに。まあね、うん、本音でも言うてええことと悪いことってやっぱあんねやろな。そうなんかな。結構 DIY ハマってはるんですよね、山崎さん。何でもそういう話もしてたんですか。いや、それはしてたかどうかわからないけど、まあテレビで言うてある。 DIY の話、うん、趣味の人から DIY 興味ない人聞いたら思んないやろな。確かに。確かにね、うん、あんまりイメージできへんからさ、まあ、当日はどうやか知らんけど、うん、でも僕も始終半ばになってなんかわかる。でもああ、うん、近づいてきました。近づいてきた。こんな日もあると思うで、そら。うん、うんうん、まあ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 、それもね、思い出ですけどね。後からね、うん、時間の時を経たら、ね、その海賊男の時みたいに竹内先生そっからもう何回も話すもん、ほんまに、ね、その落語のネタみたいに、ね、そうそうそういう意味ではね、あれ言ってんやなってなるよね。もうないかもしんないね、これもう、ね、このパターンはもう、うん、もうこんなことあったかな、なったらもう、うん、でもそれはそれでなんか自由に振る舞えんくなるから、この人ライブがもう絶対歌わなっていう意識になっちゃうわけでしょ。そうね、うん、ね、次どうなのかな。次回すごいやりにくいです。プレッシャーかかですね、うん、めっちゃ歌いまくったらどうするね。え、それはそれで寂しいよね、うん、それはそれでほんましんどいやろうなとか思っちゃうし、逆に一曲も歌わんねちゃうそれもっと怒られるから、うんでもなんとなくこの僕ら40代半ばになったら分かる気がする事件ではありました、うん、曲いきましょうか、はい、どうぞ。山崎まさよしでワンモアタイムワンモアチャンス。今夜のハマグリ顧問の編はカミソリ負け弁護士軍団ロイヤージュンと切り込まない隊長大谷君とお送りしております。、はい、ありがとうございます。ちょっと私ね、オープニング、その妻のいとこの結婚式で、うん、はい、うん、あの新婦からの手紙が芝居かかってて泣けへんかったっていうたんちょっと気になってて表現上問題ない。あのね、芝居かかっててるんで読むのうまかったんですよ。感情移入してたから、うん、あのうまくてっていうことね、うん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 、なんかちょっと今よぎったんですよ、うんうん、ね、あのね、意外と聞いてる可能性があるっていうことで、この間ね、あの私京都新聞の老人大学の講演会行った時に聴取率 0% と言いましたけど、はいはい、この間ね、娘の保育園の保護者からね、うん、娘田さんって言われて、うん、はい、うちの北海道に住んでるおじが娘田さんのラジオをいつも聞いてるんですよって言われて、はい、そんなんあんねやあんた聞いてへんのかいって思ったまずね、京都住んでんのにね、うん、思ったんですけど、っていうこともあるから、だから上手だったで、はい、僕はのたどたどしい、まだ言うてるわな俺まあそれはさておき、はい、あのあこの方もちょっと北海道の方からメールいただいてて、北海道、そうなんですよ、あのちょっと長文なんで、元 PTA ママ北海道女性、50代の方からいただきました。これ長谷川君読んでくれるかな。はいはい、墨田先生こんばんは。こんばんは、いつも放送ありがとうございます。お子さんありがとうございます。お子さんの運動会への親としての思い、とても温かい気持ちになりました。前大谷君が来た時喋った話かな。そうですね、運動会話、僕あんまり好きやないいう話してました、ね、運動会すみません、子供の運動会好きやないあかんで、そう言うたら、はい、そこで話されてて、北野誠さんのご指導は一般庶民の北野さんのイメージとは違い、とても興味深いものです。 あれか、そう、誠さんが、僕が去年あの、うん、運動会を休んで誠さんのラジオ出た時に叱られたっていう、うん、墨田、そういうのは運動会行かなあかんねんって言われた話ですね、はいはいはい、うんうん、私にも子供がいまして、すでに皆成人していますが、運動会は何回か経験しました。必死に場所取りしたりビデオ撮影したりするタイプではなかったのですが、
それなりに頑張っている様子を子供の成長として見てきました。さて末っ子の運動会は、上の子たちとは全く違いました。末っ子は重い障害を持ち養護学校特別支援学校に通いました。歩ける子は半分以下の学校で、うちの子は歩けるけど知的に0歳くらいの子です。養護学校の運動会は私のそれまでの人生で見たこともなかったし想像したこともありませんでした。もちろんパラリンピックみたいなすごい運動能力を持った生徒は一人もいません。それどころかうちの子もそうですが、運動会というイベントの意味をあまり分かっていない生徒も多い運動会です。屋外ではなく体育館の中です。それでも生徒がそれほど多くはないので問題はありません。保護者席もあります。来賓もいます。校長の挨拶もあります。麻痺のある生徒の開会宣言はあんまり言葉がわからないし、ダンスは介助の先生がついてるし、障害物競争は介助の先生が車椅子を押しながらやってます。運動会のラストは全校生徒によるリレーです。普通は皆同じコースを同じ距離走りますが、そうではありません。歩けなくても這える生徒はたった3メートルを這います。車椅子に乗った生徒が紐を握り、先生が紐を引っ張って1メートル走れる生徒もいて、そんな場合は全コースを 2,3 周します。それぞれに応じた距離をそれぞれの方法でリレーします。アナウンスの先生はそれぞれの名を紹介し応援してくれます。そして最後、赤組白組がなぜかゴールで競るようになっています。先生が時間を計って準備してくれていたのでしょう。感動のフィナーレは保護者も先生ももちろん生徒も絶叫の大感動。特に保護者は泣いてしまいます。こんな運動会もあることをもしよかったら知ってください、というメールです。はい、うん、元 PTA ママさん、ね、北海道の女性の方で、うん、はい、ね、私このメールいただいたことがすごい嬉しいです、はいはい、うん、こういうね、まあ、なんてことはないその自分の話をね大谷君として、はい、でそこからそういう、ね、ご自身のことをの、うん、なかなか、ね、僕もその養護学校の運動会、特別支援学校の運動会というのは見たこともないし、うん、だからそれを保護者としてこう、ね、うん、参加されたことっていうのはほんまにこの人しか、ね、うん、経験したことがないことやから、うん、ここに教えていただくのはありがたいし、はい、嬉しいですね、こういう、うん、送ろうって思ってくれたとこがね、そうなんですよ、この番組に、この番組に ね, ね、うん、こういうなかなか、ね、こういう普通のお便りといいますか、あことで、うん、そうだからほんまにね、今日私が喋ったそのね、結婚式の話とかに関連してね、はい、うん、私はこの結婚式泣けへんかったっていうのでもいいし、ね、それはいらんちゅうか、いやいや、うん、でもそうだしね、うん、なんかもう、でも話をしててもこのメール送ってくださるのがなんかすごい嬉しいですよね。あ、そうそうそう、そういう僕も、はい、が嬉しいな、うん、そう、そうな、どういう文脈で言ったかな、でも、うんうん、なんかそう、うん、なんか伝わる人には伝わってんのかなみたいに思えることが嬉しいし、うんうん、いやでもね、君もあれでほんまに運動会運動会好きやないとかさ、お前が言うた後にこのメール読んだらちょっとかわいそうやわ、ああ君かわいそうやったわ、いや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 、うん、そう、うん、まあ、それが、うん、一面ではありながら、うん、そうではない面も持ち合わせてることを分かっていただいてから、うん、きっとこのメールをいただいたんだと思いますよ、そうですよ、はい、うん、そうそう、だから必死にその場所取りしないとか、うんうん、そのビデオ撮影まではしないという気持ちも分かるし、うんうんうん、それでもやっぱりなんかね、運動会でとこがありますよね、そうやな、うんうん、でもそうやな、もう行きました、長谷川くんは今年は、 あ、 ありましたよ、はい、行きました、小学校でしょ、小学校、うん、いかがでした、いいですね、良かったですよ、うん、よかった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 、やっぱり、うんうん、あれ、うん、なんでソーラン節とかをやんの、小学生それは我々、私が前から言ってるじゃないですか、うん、なんであれソーラン節なのかな、長谷川君はいつも言ってるから俺も影響受けてたんか、そうそうそう、うん、うちの子もなんか幼稚園の時かな、あれソーラン節、あ、やれ、小学校になってからかな、やりました、1回はやりますよね、あれ、うん、あれ何なんですかね、うん
分からんねやね、はい、いやだからでも今あの運動会の5月化によって、うん、そういうのもしなくなってきてるよだいぶ。えそうなの、あの練習ができないから、そもそも論としてだから組体操とかもないし、うん、あ、そうですか。そういうあの出し物的なやつ、うん、あの踊りとかあやったじゃない運動会の時。あだから練習をに時間を要する出し物はなくなってる、もう競技だけになってる。あそうか、リレーとか何メートル走とかあったら別に練習いらんからか、はい、とか、まあ、あの玉入れとか、うんはいはいはい、そういうの綱引きとかやったらできるじゃないですか。うんそういうのだけになってるね5月かの運動会は。あ そうですか。それはそれで寂しいかな。うん、でも運動会結構って今思い出したら出しも覚えてるな、うん、で覚えてるね、うん、なんかチェッチェッコリチェッコリとかあそれもやりましたね、うちの子供二酸化マンガン、はい、二酸化マンガンってやりました、うちの子。あそれチェッチェッコリ、はい、やった。 あれは何やかなあれもなんかね、うん、まあ、あれ自分が子供の時やったことも大体覚えてるね。あの組体操のどこの位置にいたかとかも覚えてるけどね、うん、あ組体操ってやったかな。やりましたね、うん、やったやった。俺大概小さかったから上やった、上の方にいたけど。あ上やったやんか。そうそう、いや上の方も上の方で大変なやつあんのよ、いろいろ。もう本当に一人の上の一人の肩の上にだけ乗って立つやつとか、うん、あの落ちたら怖いねんって。あでも地域のちゃうか、僕の行ってた小学校もなかった気がするな。いやそれはもうちょっと中学とか高校になってからの話。中学高校でそんなやんねん。やった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 。でもほんまに落ちたら骨折すんのよ。だからそこは最近そういうのなくなってきてるんじゃないですか。うちの時3段ぐらいのやつありました、立って、ねえねえねえね、立って3段タワー、そうそうタワーね。そう中学と高校とかで小5、6年生5、6年で、あそう、ね、まあね、あの上で自信がある子ですけどね、選ばれた子とかがこう上に立ってたりとか、うん、そう、あとまあよく言うのはあのピラミッドとか、ね、ピラミッドとか、こう扇ぐらいやった俺覚えてる扇だからあ、ね、あの扇監督じゃないで扇監督じゃなくて猫の目出せやん東筑高校出身の扇監督じゃなくて、あれあのこの扇ね、扇型になるぐらいしかやってへんな、はい、俺絶対履修拒否したタイプやから、うん、そんな危険な競技をやった記憶だし、実際になかった。そんなサボテンとかね、サボテンって分からへんもんな。いやいや肩車して降りてきて、この膝の上に乗っかるやつやな。そうそうそう、こうやって膝の上に乗っかる、うん、膝の上に乗っかるぐらいかな、うん、そのぐらいしか記憶にないかな、うん、メールありがとうございました。PT ママさん、はい、はい、あっという間にエンディングでございます。今日はカミソリ巻き弁護士軍団ロイヤージュン&キリコ長隊長、はい、ありがとうございます。してまいりました。なんかね緊張感なく今日はリラックスして、まあ、お話できたんですけど、あそうだ、申し訳ない告知はないですか、はい、お二人。今、はい、んとこないかな。あの私ちょっと告知させてください、はい、あの12月1日ですかね、12月1日金曜日、うん、重曹のシアターセブンで、影山先生と影山教授と墨田弁護士というイベントやりますんで、うん、こちらのゲストが TKO の木本さんなんで、はいはい、まあ、この浜栗顧問の編とはまだ全然違う内容になると思いますんで、はい、ぜひ、はい、その3人での組み合わせっていうのはもう多分最初で最後だと思いますんで、ぜひともこのね、シアターセブンのホームページで、はい、確認していただいて、最後なんですか。え最後なんですか。いや3人でやることはないでしょっていうことです。3人で木本さんを入れてっていうのはもうないとは思いますんで、なんなんないというか、なかなかそう、ね、向こうはお忙しいから、なかなかないという意味で言ってるわけですよ。なんでだよ、もうその二度とやるかよね。そういうことではない。そういうこと言った方が来るかもしれない。不穏な空気を立てました方が、不穏試合を立てました方が、うん、はい、あと12月17日、はい、日曜日にロフトプラスワンウエストで、はいはい、これ19時スタートなんですけど、さっきの、はい、影山先生と木本さんのイベントも19時スタートだったはず、うん、あるいは19時半だったかもしれません、はい、12月1日なんですけれども、こう12月17日はロフトプラスワンウエストで杉迫 J 太郎さんと J さん&隅田さんラジ男子ライブ2っていうのを開催しますんで、はいはい、こちらはロフトプラスワンウエスト、はい、12月もねいろんな人といろいろ喋りながらお送りしたいなと思っておるわけですけども、来週は竹内先生、はい、楽しみです、来られますんで、はい、はい、というわけで、はい、では来週もお聞きください。せーの、ハマグリハマグリ。